ゆっくりしていってね。というわけで、今回も軍用機について解説していくのぜ。本日解説する軍用機は、アグロ社が開発した、ランカスター爆撃機だぜ。このシリーズでは、初めての爆撃機なのぜ。ランカスターは、特殊作戦に多く携わっている爆撃機なので、逸話も多くウープ主が好きな爆撃機らしいぜ。それでは開発経緯について説明していこう。ランカスターの設計元は、マンチェスター爆撃機だったが、このマンチェスター、エンジン不調や飛行中の安定性が悪く、いまいち信用に欠けていたのぜ。しかし、機体設計自体は悪くなかったので、エンジンをあの有名なマーリンエンジンに換装し、主翼も再設計し、マンチェスター3に生まれ変わったのぜ。このマンチェスター3が、ランカスターと呼称されるようになった。1941年1月に試験飛行を行い、マンチェスターより大幅に改善され、即量産命令が出されたのぜ。ここで、ランカスターのスペックを見てみよう。注目すべきは、なんといっても爆弾の搭載量だぜ。通常爆弾に加えて、トールボーイやグランドスラムといった、特殊爆弾も詰めるようになっているのぜ。また、最大搭載量10トンは、B29 よりも搭載量が多いんだぜ。なぜこのような搭載量を実現できたかというと、広い爆弾層を持っているからだぜ。ランカスターは、マンチェスターを作り直すときに胴体中央部を延長し、その結果、長さ10メートルの爆弾層を持つ爆撃機になったのぜ。ちなみに最初に運搬された大型爆弾は、1800キロ爆弾クッキーであった。その後、戦術したトールボーイやグランドスラムを搭載できるように、爆弾層の扉を改造した B1 スペシャルが製作された。ランカスターは、1942年から1945年にかけて、15万6000回の作戦に従事し、合計で60万8612トンの爆弾を投下したと言われている。数々の作戦に投入されたランカスターだが、その中でも有名なものは1943年、ドイツのエーデルダムを攻撃したチャスタイズ作戦。そして、1944年にノルウェーのフィヨルド湾に停泊していた、ドイツ戦艦テルピッツを爆撃したカテキズム作戦の3つが有名なのぜ。今回は、テルピッツを爆撃した作戦の説明をさせてもらうぜ。テルピッツは、ビスマルク級戦艦の2番艦で、1942年からノルウェーに派遣され、たびたびイギリスの輸送船団を襲撃していたのぜ。このテルピッツの存在を脅威に感じていたイギリスは、テルピッツを撃沈させるため、数々の作戦を実行した。最終的にイギリス空軍の第617爆撃機中隊による爆撃作戦でテルピッツを無効化したのぜ。それがカテキズム作戦なんだぜ。トールボーイとは、巨大なコンクリート構築物を貫通し破壊することを目的に開発された大型爆弾のことだぜ。重さが5トンもあり、その破壊力は動画でもわかる通り、とんでもない代物なんだぜ。このとんでも爆弾を抱えて、ランカスターはテルピッツを爆撃したのぜ。1944年11月12日、ドイツ海軍はテルピッツをノルウェーのトロムソへ移し、海上砲台にするべく作業を行っていたところ、イギリス空軍の第617爆撃機中隊のランカスター爆撃機に爆撃されてしまったのぜ。テルピッツも対空砲で果敢に抵抗するものの、命中弾3発、至近弾1発を食らってしまうのぜ。さすがのテルピッツも、5トン爆弾を3発も食らってしまったら、ひとたまりもなく大破横転し、そのまま沈没着底してしまったんだぜ。大破着底したテルピッツは第二次大戦が終わるまで放置され、1948年から1957年にかけて、ドイツとノルウェーの合弁会社によって不要解体された。こうして、北海の女王を屈服させたランカスターは、ドイツ戦艦を沈めた爆撃機として脚光を浴びるのぜ。戦争終結後も軍務の第一線で活躍したが、イギリス空軍では1956年、カナダ空軍に至っては1964年まで使用された息の長い爆撃機でもあった。といったところで、今日は終わりにするのぜ。それでは本日のご視聴ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。